はい、皆さんこんにちは。榊敦でございます。2時半回りました。10月15日、ですね。まったりとした午後でございまして、工事終わりました。窓から外見たらね、もうね、帰ったはったあの人ら。よかっただからね、今窓を開けました。雨がね、止みかけてる感じがしますね。うっすら降ってるという感じですね。だから傘差してる人と差しない人がいるという感じでございます。私もまあこれあげたらお散歩でもしようかなと。やっぱり一日ね、こう部屋の中にいるとね、ちょっとね、気持ちがなんていうか、こう閉じこもりがちになるんで、であの外を歩く季節がいいんでね、暑くも寒くもないっていう、ちょっと歩いてこようかなと。あ、やっぱ傘さしてはりますね。はい、本題いきましょう。プレジデントオンラインでございました。時々私も、コメントを出させていただいたりしてますね。プレジデントオンライン、これはですね、春木郁美さんという方が書かれた早稲田大学韓国学研究所招聘研究員って、そんなんあるんですね。韓国学研究所っていう、はい、15日、今日11時と言いますから、今から3時間ちょっと前ですね。タイトルがですね、これがヘルチョソンだと。日本語で言ったらヘル朝鮮って書いてますね。だ、日本にあって、韓国のキッザニアにないお仕事。大工、宅配ドライバー、バスガイド、書いてあります。で、前半ずっとですね、いかに韓国のですね、お隣さんの若い方が失業してるかと。失業率高いよと。で、貧困率が高いということになってますね。パラサイトという映画でも、お兄ちゃんと妹は、両方とも、あれは浪人生でしたっけね。でいい学校行きたいんやけど、なかなか入れへんという状態でございまして、ものすごい学歴社会なんでね。で、いい大学に行って、大企業に入らないと貧困のままなんですよ。で、そういう理不尽な境遇っていうのをずっと説明してですね、せやったら外国働きに行ったらええやんみたいなことが書いてあって、日本に行けとか、ASEANに行けとか、中東に行けとか、まあそういうことですね。で、なんでそこまで仕事がないんやろうと思うんですけど、実は、愉快な大人さんにはですね、外国人労働者って結構いっぱいいるんですよ。おるやんみたいな、仕事あるんちゃうのみたいな。言ったら、そうではなくてですね、彼らが就きたい職業ですね。で、お隣さんの若者が就きたい職業っていうのは、大企業の社員であったり、公務員であったり、以下、いろんなこう、いわゆるホワイトカラーの仕事であってですね、その外国人労働者が担っている 3K、日本でいうところの 3K みたいな仕事は絶対に就きたくないというふうに思わはるようなんですね。だから、そう、以下、後半、そこのところを読みましょう。小学生に大人気のキッザニアという職業体験型テーマパークがある。キッザニアはメキシコ発祥の施設で、世界19カ国で展開している。日本と、韓国と日本のキッザニアでは体験できるお仕事に顕著な違いが見られる。キッザニアってね、私が知ってる限り豊洲にありますね。確かね、うちの子供も1回か2回行ったんちゃうかなと。私は行ったことないですけどね、なんか面白いやんみたいな、要は体験できるわけですからね。韓国のキッザニア、過去ソウルにはあるが、日本のキッザニア、過去東京にはないもの、過去2020年10月当時って今やん。国家代表選手、難民支援機関スタッフ、国税庁公務員、そんなあんの韓国には。考古学者、キッザニアで考古学者の真似して何面白いのね。科学捜査班、漢方医などである。逆に日本にはあって、韓国のキッザニアにはないお仕事は、大工、地下鉄運転士、車両整備員、バスガイド、ガードマン、ガソリンスタンド店員、宅配ドライバーなど、いわゆるブルーカラーの職業多いの図表になってるんですね。日本にあって韓国にないお仕事について、韓国の母親は、子供に就かせたい仕事で、ないと意味がない、下手に興味を持たれても困る、こんな職業体験だったら高い入場料を払ってまで別に行かせたくないと、二別もない
と2べもない。お父さんの仕事はクエスチョンと括弧引きこもりという込み出しがあります。OECD 括弧2015年は韓国の若者の教育水準は最高ランクだが雇用率が 42.3% で OECD 加盟国平均に 52.6% より低いのは大企業公共部門に就職しようとして資格取得に没頭している若者が多いためだと指摘する。そんな指摘があったんですね。韓国では友人宅に遊びに行けばその家の親からお父さんは何をしているのかと聞かれる。そうした些細なことでも親の職業によって値踏みされているような感覚を子供の頃から感じて育つ。まあそういうことが書いてありますね。で韓国でも引きこもりがあるんやっていうようなことを書いてありますね。中央日報の下によれば韓国内には引きこもり状態の人が約32万人と推定されている。うち7割が20代であると。まあね、専門家は韓国の引きこもりに若者が多い理由についてなんかわーわー言うてありますね。親の期待に応えなければという脅迫観念が強く、そのストレスで引きこもりになるケースが多いと指摘する。多様な生き方を尊重する社会的雰囲気を作ることが解決の糸口となるという提言もされている。ちょっとしかしあの愉快なお隣さんについては無理やと思いますね。この多様な生き方っていうのは彼らのその価値観、人生の価値観はもうワン方向しかないんですよ。あの文系で偉くなるという、いわゆる役人として偉くなる、政治家として偉くなる、あるいは大企業の経営者みたいな、経営というか経営幹部になるというような、まあ、その人方、その全部同じベクトルですね。私に言わせたら社会で出世するという、しかも研究職ではないんですよね。何でしょう、管理職っていうんですか、そっち、あるいは政治家として、まあ名を出すということがもう一番最終的に。だからね、大学教授もね、お医者さんもね、みんなね、最後はね、政治家になろうとするんですよ。何がええんやろうなと思いますけども、日本はそんなことないでしょ。科学者になってノーベル賞取ったら、そんな素晴らしいことないやんって。はっきり言って総理大臣になるよりもノーベル賞取った方がええやんぐらいの感覚が日本にありますけど、そのあたりが全然違うわけであって、あとその日本では職人さんというのに対して敬意を払いますけども、向こうでは職人というのは現場仕事、現場の汚れ仕事というものはあれは下々がやるもんやという感覚なんですね。だからそういうことはあのなんていうか、こう落ちぶれた人間がやる仕事であって、まっとうな人間がやるものではない。まっとうな人間は綺麗な服を着てですね、机に座って仕事、文字を操って仕事をしてるんやという感覚なわけです。だから向こうのキッザニアにはですね、これがないわけですね。もう一回言いましょう。大工、地下鉄運転士、車両整備員、バスガイド、ガードマン、ガソリンスタンド店員、宅配ドライバー、まあ誰も自分の子供にお前宅配ドライバー目指せという親はいないと思いますけど、ちょっと遊びでやってこいやぐらいのことは全然日本は OK でしょ。面白いやんそれみたいな。地下鉄運転士とかでやりたい子供いっぱいいるんちゃいますか。バスガイドも女の子やったらね、面白がってやるでしょうね。ガードマンっていうのもあの道端であの交通整理してるのはあんまりよろしくないですけど、何かを守ってる本当のガードマン、何かを守るガードマンっていうのはまあまあ悪くないでしょうね。あの運動の好きな子にとってガソリンスタンド店員っていうのは別に、まあ別に目指さんでもなれるけども、あの力仕事ですよね。でもまあ何だか機械を操ってるのが子供にとってはかっこよく見えるのかも分かりません。宅配ドライバーね、子供にならしたいとは思う職業ではないけども、まあちょっとだけやってみたらいいんちゃうのみたいな。大工っていうのは、まあ、今本間物大工はね少なくなってね、そのノコギリも使えない、カンナも使えない大工いっぱいいますけどね。ほんなら大工ちゃうわと僕なんか思いますけど、ノコギリ使えないですよ、カンナ使えないですよ。それでもちゃんとね家を建てられるっていうのは今の日本ですけども、まあまあそんなんね、あれですね、で向こうはですね国家代表選手って、そんなんなれへんやん誰も。難民支援機関スタッフ、それはなんか医者とかね看護師さんとかやったらなれるかもわかりませんね。国税庁公務員、こんなになれたやつがおるっていうこと自体がなんか気持ち悪いやん。いややん国税庁公務員とかって要は税務署の職員でしょ。
まあね、考古学者、まあまあ、インディ・ジョーンズですね。科学捜査班、まあ、まあ、かっこいいですね。漢方医になれちゃい子供がおるんかみたいな。まあいいですけど、まあこれはお国柄の違いですね、ほんまにね。だから日本の方がね、多様性はあると思います。で、だから日本の方がですね、まあ仕事なかったらしゃあないやん、しばらく宅配ドライバーでもやろうかみたいな、ワタミの社長なんかそうですよね、それでお金貯めて。まあこのあたりですね、非常に、若者にとっては向こうの方がかなり生きづらいんちゃうかと。だからヘルチョソンとかそういう言葉が生まれてくるわけですよね。日本でヘルジャパンとか行ったりしませんからね。職業、選べなければ必ず職があるって日本、今の日本。今でもちょっとあれですけどね、コンビニでバイト募集したらわーっといっぱい来るみたいな時代になってますけど、まあこんな瞬間風速でしょう。まあそのお国柄の違いということでございます。これ貼りませんので見つけてください。プレジデントオンラインです。はい、今日出たニュースでございますので、はい、皆さんどうもありがとうございました。